皆さんおはようございます、ヨッシーです。今日も新三国無双 M やっていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日もよろしくお願いします。ということで今日はね、急いで今動画を回しています。はい、理由がありまして、こちら皆さん特殊ガチャにですね、運長が来たんですよ。なんとこの運長が出ることによって、なんで私が急いで動画を回しているかというと、私が思うにですね、この今新三国無双 M でこの運長ね、マジで最強キャラだと思うんですよ。こいつは本当にぶっ壊れてるキャラクターだと思うので、そいつがガチャに来たということはもう皆さんにすぐにお伝えしなければいけないというこの使命感ですねにとらわれたので、すぐに動画としてね上げさせていただきました。はい、石もたっぷりあります。たっぷり引こうと思います。で、まあ、実際にこのガチャを引いてみて、まあ、どれだけの運長が出来上がるのかっていうのもね、皆さんにちょっと見ていただけたらいいかなと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いします。まあ、その前にね、ちょっとイベント等があるんで一緒に見ていきましょう。はい、ということでね、新しいイベントが始まっていました。関羽の特別訓練場ということで、まあ、このようなアイテムが、クリアすることによってもらえるということになっております。まあ、日にちは十分にあるんで、多分余裕でクリアできるとは思います。で、まあ、見た感じですね。まあ、運長を引いたら、そこそこ強化できるっていう感じで、皆さん覚えていただけたらいいなと思います。まず、運長を引かないといけないのかなっていうところから始まりますね。はい。まあ、なので、運長を引いて、ぜひ皆さんはね、このクエストをクリアしていただければいいんじゃないかなと思います。で、運長に関してなんですが、特殊ガチャで来ていますので、40連すれば必ず1体は手に入ります。1体は手に入るので、ぜひね、手に入れていただきたいなと思います。でですね、まあ、この運長を何体手に入れれば、1体いいのかっていうところのお話なんですけど、まずですね、2体で SSR プラスになりますね。さらに、この UR から UR プラスにするのに、運長が2体いるということで、まあ、4体いれば UR プラスまで行くということですね。ぶっちゃけですね、UR プラスまで持っていければ、かなりの戦力になってくれるんで、ここを目指していただけたらいいかなと思います。なので、まあ、4体引ければね、かなりいいんじゃねえかなと思っております。はい。まあなので今回検証でどれだけ引いたら4体ぐらい出るのかっていうのも皆さんに見ていただけたらいいかなと思います。ちなみに今の運長は SSR プラスなので2体入ってる状態か。なので2体出たらもう終わりなんですが、まあ、せっかくならね、皆さんにどれぐらい運長が出るのかも見ていただきたいなと思います。はい、ということで引いていくんですが、まあおそらくね、コメント欄にどのガチャを引けばいいのっていうコメントが来るかもしれませんね。はい、なのでちょっとお話ししていきますね。で、まずこの甲冑も強い、で運長はもちろん強い、で一般ガチャがあると。でさらに、先方ガチャ、属性ガチャ、この属性ガチャに関してはチケットがないと引けないんで、チケットを手に入れたら好きな属性、強化したい属性のガチャを引いてください。なので我慢してこのチケットを持っておくっていうのが大事になってくるんでね、その辺覚えておいてください。まず一番優先していただきたいのは運長のガチャ。ただしですね、これも、ちょっと一つ懸念があるんですよね。何かというと、この特殊ガチャっていうのは一つねデメリットがあるんですよ。何かというと、この一般ガチャで言うと30連で必ず SSR 武将が手に入るんですよね。だから SSR 武将をたくさん手に入れたいなら一般ガチャなんですよ。ただやっぱ特殊ガチャっていうのは自分の欲しいキャラクターを狙うには絶対にね、こっちの方がおすすめになってくるんで、その辺でちょっと好みが皆さん分かれてくるかなと思います。はい、ただ僕が思うに現環境マジでこの運長が強いので、運長をまず引いていただければいいのかなと思います。はい、ということで長くなるんで引いていきたいと思います。10連目ですね。はい、さあ、まあ250ぐらい引いて、
果たしてうんちょは何体出るのかね、まあ、しっかりやっていきましょう。はい、20連目いきたいと思います。はい、長いよ250って。はい、このようにね、結構ね、特殊ガチャっていうのは爆死します。うん、出ないことのが多い。30連目ですね。はい、なので、まあ、その辺を加味すると、まあ一般ガチャを狙った方がいいんじゃないかなっていうところもある。うん、で基本的に多分ね、食が出ればもう大体運長、うん、はい、運長ありがとうございます。ナイス運長、ありがとう。ということで、まあ大体30連で今1体出ましたね。で40連目ですね。40連目引くことによって、まあいただけるんですよ。まずマイレージでいただけるプラス、ここで出る。やべ、運長だらけじゃんマジで。これめちゃくちゃ熱いよ、この出方は。うん、はい、ということで出ましたね。はい、でプラス今マイレージ溜まったんで、ここでまた1体もらえるということで、40連目で今3体運長が出ましたね。うん、ということでもう結構あっという間に溜まっちゃうんじゃないかなと、運長チャージがね。なんでやっぱこのガチャはおすすめになってますね。うん、ただしやっぱ天井がないので、そこがデメリット。うん、60連目ですね、こちらが。はい、引いていきましょう。はい、どんどん飛ばしていきます。出ない時は本当に出ないんでね、そこはマジで要注意。70連目いきたいと思います。いきましょう。さあ70連、さあどうなるのか。出ないですね。はい、こういうことがあるんですよ。なんで難しい。次ですね、80連目いきたいと思います。あっという間ですね。どんどん引いていきましょう。はい、来ました。これ食がくれば運長。はい、運長でしょ、おそらく。運長、運長、さあ来てくれ運長。はい、ありがとうございます。ということで運長が出ていくということですね。80連で4体目か。うん、なかなかのペースですね。で、マイレージが溜まっています。はい、80連引くとさらに10連チケットがもらえるので、10連引いていきましょう。では90連目いきます。はい、出ないということですね。ポン。はい、ということでどんどん引いていきましょう。まあこの引いたやつらっていうのは素材になってくれるので、まあありがたくね、素材としても使っていきましょう。はい、出ないと。記念すべき100連目出ませんでした。ということで次いきましょう。110連目ですね。どんどんいきます。時間が、かなり長くなっちゃうんで、どんどんいきたいと思います。はい、出ないということで。ということで120連目いきましょう。さあ運長どこまで出るのかね。ガンガン試していきましょう。いや、出ねえな、全然。ただいまマイレージ120溜まりました。ありがとうございます。このアイテムは限界突破とかに使うアイテムですね。まあ、たくさん持っておかないと、120とかになるときに、かなり必要になってくるんでね。かなりね、手に入れておいて損がないものになっております。では行きましょう。では130連目ですね。まあ、このように、SSR の武将っていうのが本当に出にくいので、これがデメリット、マジで。なので、皆さん注意してほしい。うん。運長っていう最強のキャラクターを手に入れることはできるんだけど、その分ね、マジで他のキャラクターが出ないんで、うん、そこを皆さんを考えてガチャを引いていただければいいかなと思います。はい、ということで、食で運長でしょう、おそらく。さあ、運長ですね。ありがとうございます。運長、ありがとう。センキュー、運長。はい、ということで、なんか2枚抜きとかしたよね。今150連目引きました。ということで次行きましょう。どんどん引いていきます。はい、まあ、少しでも皆さんの参考になればいいかなと思います。バックがいっぱいです。ちょっと待ってね。運長どんどん引きます。あ、マイレージ溜まってるじゃん。マイレージ溜まったということで、160引いてマイレージ溜まりました。さらに、10連のチケットいただきました。引いていきましょう。はい、行きます。さあ来い。さあ来ました。え、違うじゃん。待ってよ、ここは運長でよかったと思うけどな。金の店。ナイス。両霊域めっちゃ強いんでね。まあ、この子もね、かなりおすすめなキャラクターにはなっています。はい。まあ、これもね、動画でまたお伝えしますんで、見ていってください。180連目いきたいと思います。運長よ。フォーエバー運長。さあ、来い。来ないです。はい。ということで、どんどん引いていきましょう。まだまだ引きますよ。いやー、ダメだ。いやー、マジか。運長、どんどん出てほしいんだけどな。今、190連目ですね。ということで、200連目いきたいと思います。でね、運長の強さっていうのは、動画で一度、紹介しているんで、ぜひよかったらね、過去動画を見ていただいて、運長の使い方とか、こういう風にすればいいよっていうのを教えてるんでね、見ていただけたらいいかなと思います。さあ来い、運長。さ
ただ、うんちょ、ナイスということで、ナイスうんちょ。はい。まあ、特殊ガチャだとね、いい感じに手に入ってくれますね。なんか来た。誰？守ってみせる。あー、このね、レンシさんですね。ありがとうございます。おー、めっちゃ引くやん。何？うんちょ？はい、うんちょ来ましたー。熱いなー、これ。もう、うんちょ、めちゃくちゃ熱い。これ何？こんな奇跡あるんですね。220連行きました。さらに、うんちょをいただけたということで。あれ、これ、うんちょもう、MR いけちゃうんじゃないかなと思いますけどね。まあでもいいや。持ってる分全部ね、ぶっ破します。はい。うんちょにぶっ破したいと思います。マジで強いキャラクターなんで、これはね、引いて損ないっす。はい。なんで皆さんも、もう本当にね、使ってみて強いと思ったら、引いてみてください。はい。おすすめです。さあ来い。来たんじゃないこれ。うんちょ来たんじゃない皆さん。さあ、違うんかい。孔明。新さんを見せましょう。孔明じゃないよ。俺が欲しいのは、うんちょだよ。うんちょ欲しかったんだよ。さあ行きましょう。さあ来い、うんちょ。いや、来ないな。今何分行ったんだっけ。ただいま260連行きましたね。はい。ということで、ちょうど300連ぐらい行けるんじゃないかなと思います。さあ引いていこうぜ。うん。300連引いて、うんちょが何体出るのかっていうのをね、皆さん見ていってくださいね。さあ来ました。これ、うんちょ、うんちょ、うんちょ。違うの？また違うの？まあ、聴覚でした。はい。黄金の宝石ですね。うん。キャラ編がすごい男。マジかよ。うんちょもついでに来てくれよ。頼むから。はい。あー、出なかったか。いや、後半ちょっと引き悪いっすね。うん。最後の3、いや、ちょっと待って。最後青かよ。うーわ、終わったわ。はい。ということで、まあ、300連引きましたね。うん。うんちょ300連引きました。ここから先は、100ポイントごとでゲットということで、まあ、もう引かなくていいかな。300連引けばね、だいたいもういいかなっていう風になってます。うん。ということで、うんちょどれだけ出たか見ていきましょう。はい。ということで、ただいま、うんちょがどれだけ手に入ったか、300連でですね、1うんちょ、2うんちょ、3うんちょ、4うんちょ、5うんちょ、6うんちょ、7うんちょ、8うんちょ、9うんちょ、9うんちょですね。はい。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、9うんちょあればね、MR くらいまで持っていけるんじゃないかなと思います。例えばですけど、今持ってない状況だったとしたら、2うんちょでしょ？で、ここで、4うんちょ。で、ここで8うんちょですね。8うんちょあれば MR まで持っていけるんで、300連引けばね、MR うんちょまでいける可能性がある。うん。今みたいに引きすれば、可能性がある。ので、皆さんぜひね、よかったら、まあ、この最強武将、うんちょ、引いてみてください。はい。ということで、このうんちょの詳しい動画については、僕の過去動画があるんで、そこを見てもらえばいいかなと思います。はい。ということで、本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは、じゃあね。バイバーイ。